こんにちは、はじめし、ハジーポッターです。皆さん、ハリーポッター見たことありますでしょうか？ハリーポッターの中で僕的には最も怖いであろう、ディメンターという吸魂鬼がいます。ディメンターとは、非存在の闇の生物であり、世界で最もおぞましい生き物とされている。吸魂鬼は人間の幸福を餌にし、近くにいる人に絶望と憂鬱をもたらす。彼らはまた人間の魂を奪うことができ、奪われた人間は永遠の昏睡状態に陥る。怖い。ディメンターっていうやつらがいるんですけども、黒いふわふわした。それがこう、人によっていくと、人はそれ抜け殻になっちゃうっていう恐ろしい生き物がいます。で、今回これからマサキが家に来るんですけども、今私の家には大量のディメンターが発生しております。ディメンターが今僕の後ろにも何人かいるんですけども、これからマサキが家に遊びに来て、僕ん家に住むディメンターが彼の魂をこれから狙いに行きます。ディメンターをどうやってこう、退けるかというと、エクスペクスパトローナという呪文を唱えなければいけません。だよね。エクスペクトパトローナム、ナムなの？ディメンターを追い払う唯一の呪文、エクスペクトパトローナムというのがあります。この呪文を唱えると守護霊を呼ぶことができて、吸魂鬼を追い払うことができる呪文。マサキが助かる方法は杖を持ち、ディメンターに向かってエクスペクトパトローナムを唱えるしかない。これが彼の助かる唯一の方法です。ではドッキリスタート。はいはい、ああ、でも夜あれでしょ、忙しいでしょ。うん、せっ、今の EU じゃない、スイッチして落ち着こうやん。なんでポッターのにやってるの？なんでカリポッター見たことある？あるあるある。あ、なんかマリオカートなんで、なんで、なんで、めちゃくちゃ下手すぎてプロ負け、もう本当にもう熊谷とかにバカにされるっていう。マジ？全然あ、それはもう完全にはめられてたよ。あ、本当にやられてた。これは見ないとわかんないよ、スピードは。あ、これもスピードとか、あ、うん、あまさき、早く逃げるんだ、ディメンターだ。はい、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 ゲンカよく覚えてたね。